3月の後半になってきましたので、新しい学年になるにあたって塾を考えようとされている方も多いかと思います。なので今回は私これでも元塾の長やってたんで、私が考える塾選びのポイントというのを伝えていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速話していきたいと思うんですが、その前にまず塾2種類大きく分けるとあるんですよね。それが集団塾と個別塾です。で、この違いについて簡単に触れておきます。まず集団塾の特徴として挙げられるのが、月謝が安く安価に、設定されていることは多いです。で、安価に設定されているので1週間で受けることができるコマ数も多くなりやすいんですよね。なので授業ペースが早く進められます。だから学校の授業に沿って進められたりとか、もっと言うと予習スタイルで受けやすいのも集団塾の特徴です。あとはレベル別にクラス分けされることも多いので、自分と同じような学力帯の子が集まるんですよね。そうすると、ライバル意識というか競争意識も生まれやすいので、そういった環境に身を置きたい子には非常に向いています。次に個別指導塾ですが、まず月謝に関してはやはり集団に比べると高く設定されています。1週間で受けることができるコマ数が多くなれば問題ないんですが、やっぱり個別指導塾って週1回とかが多くなりがちなんですね。月謝が高い分、そうすると学校の進度に合わせてというよりも、自分が苦手なところ、ちょっと不安なところをピンポイントで抑えていく、そんな授業の進め方が多いです。ただ集団とは違って先生との距離感はすごく近くなりやすいので、例えば集団だとなかなか先生に質問いけないっていう子でも、個別だとかなり質問がしやすかったりするんですよね。つまり自分がこう不安に思っていること、苦手な部分を内面的なものもちゃんと伝えてしっかり解消してもらう、そういった先生とのこう関係が築き上げられると非常に伸びやすい。それも個別指導塾の特徴です。それでは本題に戻って塾選びのポイントを伝えていきたいと思います。まずはですね、塾を選ぶ際必ずやってほしいことがあります。それが体験授業です。塾によって無料有料があるかと思うんですが、基本的に体験授業は受けてください。よくですね、ネットの口コミだったり、あと知り合いの方からの口コミ情報だけで塾を選んでしまう、お話だけ聞きに行って子どもの意見を聞かずにお母様お父様が契約されるってケースも結構聞くんですけれども、主役は子どもです。頑張るのは子どもたちなので、必ず子どもたちに体験をしてもらって、そこで頑張りたいと思うか、ここで頑張れると思うかどうか、子どもの気持ちを重視してください。口コミっていうのはもちろん一個の参考にはなるんですが、そこに流されすぎちゃうと良くないので、必ず体験を受けてみて子どもの感想、ここで頑張れるかどうかを確認する、それは一つステップとして踏んでいただけたらと思います。で、体験授業が多分複数回設定されているところが多いかと思うんですけども、例えば2回とか3回とか4回終わった後に必ず面談が設定されます。もちろんそれは営業が入るのね、塾入りませんかっていうお話があるわけなんですけれども、その時に聞いてほしいことがありまして、まず1個目が月謝です。月謝というかお金、全体でかかるお金を確認してください。例えばパンフレットだったりとか塾のホームページを見ると、月謝載ってるところが多いかと思うんですが、どうしても月謝に目が行きがちなんですよね。でも実は管理費だったり教材費だったり1年間でトータルにかかる金額ってわからないんですよ。で、講習会も入りますからね。夏季講習、冬季講習、春季講習で、ぜひ確認してほしいのは、大体で構わないので1年間でどれぐらいかかるか教えてくださいませんかっていうのを確認しましょう。塾も当然企業です。売り上げを上げなければ潰れてしまうので、お金はかかって当然だと思ってます。でもお金の話ってすごく大事なところなので、そこを濁してくる、あまりこうなんかはっきり伝えてこない場合は、私は基本的に信頼しなくていいと思ってます。私も今はね、2人の子供を育ててる身なので、親側の気持ちがすごくわかります。いざ何かの習い事をするときに、やっぱお金の話ってすごく大事なんですよね。で、こうお金の不安を持ったまんま、後でなんかすごい高くなるんじゃないかなって思いながら嫌じゃないですか。だからちゃんとはっきりさせておきましょう。1年間でどれぐらいかかるんですかとか、どういったものが他にかかる可能性があるんですかっていう部分を必ず、これは子供じゃなくて親の仕事だと思いますので、親御さんの方から聞いてください。次に確認してほしいのが先生の変更についてです。これは特に個別指導塾で言えることなんですが、さっきもお伝えしたように先生との距離感がすごく大切なんですよね。
普段質問したいけど無理って言えないって思ってた子が、この先生ならわからないことをわからないって言えるっていう状態になる。ここにものすごい価値があるし、子どもたちが伸びるチャンスがあるんですよね。でもそうなってない状態で通うっていうのは、子どもたちにとってもしんどいことですね。みんなにとって幸せじゃないんですね。だから先生の変更ができるかどうかは必ず聞いておいてください。で、できるできないよりもうちょっと突っ込んで、じゃあ、 子供がもし先生変えたいってなった時にどのぐらいでできるんですかって、例えばすぐできるのか、それともなんかクールが決まっていて次のクールになった時に変えられますとか、そういったことも塾によって設定が違ったりしますので、少し突っ込んで聞いてもらえたらと思います。あと2つです。で、次はですね、先生に聞いてほしい質問がありまして、ただこの質問はできればお子さんは席を外させてください。親と先生の2人、二者面談の状態で聞いてほしいんですが、で、何を聞くかっていうと、例えば直近の成績とか持ってきてって言われると思います。それとその4回体験授業の様子を含めてなんですけど、先生って正直言ってくださいって、うちの子伸びると思いますかって聞いてほしいんです。塾として子供たちの成績を上げるのは当然の仕事です。ですけど、みんながみんなそんな簡単に上がるもんじゃないんですよ。子供たちの特徴、性格、状態によってすぐちょっと伸びてからちょっと壁にぶつかる、伸び悩む子もいれば、割と伸び悩んで伸び悩んでうわーって上がっていく子とかもいるんですよね。なので、先生に対してうちの子がどういう特徴でどういうふうに思ってるのか、どう分析されてるのかっていうのを聞いてほしいんですね。でもそこには言いにくいこともあるんですよ。だって子供たちにちょっとね、こういう性格なので最初伸び悩むかもしれませんなんていうの子供に聞かせたくないんですよ。子供がそう思っちゃうので。もちろんそれを聞いた方がいい子供っていうのもいるんですけど、最初なのでそこはお子さんは席を外してもらって、できれば2人で話ができる状態なのであれば、そういった先生がうちの子をどういうふうに捉えてるか、分析されているのかっていうのを聞く意味でも、その質問をしてもらえたらと思います。そして最後ですね、これはトイレを借りてください。えって思われた方もいるかもしれないんですが、私よく言ってるんですよ。トイレを必ず見てくださいって。で、これは建物が、例えば新しかったり古かったりもあるので、新しい古いではなくて、例えば古くても綺麗にしようとしてるか、掃除がされているのかとか、例えばちょっとね、汚くてもお花とかで綺麗に見せようとしてるのか、清潔感を出そうとしているのかっていうところを見てほしいんです。私が小林道塾にいたから余計に感じるとこかもしれないんですけど、そのトイレを綺麗にしてるっていうのは、やっぱり細やかなサービスができるか、あまりこう目を向けたくないところにもちゃんと目を向けて手を出している、手をつけているのかっていうところで、そこが子どもたちへのきめ細かな、授業というか分析にもつながっていると思っているんですよね。なのでトイレ、教室のね、綺麗さっていうのもあるんですが、トイレが一番わかりやすいと思っているので、ぜひトイレを借りてですね、綺麗に清掃されているか、清潔感をね、出そうとされているかっていうところを見てもらえたらと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。今回塾選びのポイントを話していったんですが、ただ塾っていうのは絶対通わなきゃいけないものではないです。必須ではない。ただ塾に通うことによって新しい勉強場所、新しい先生との出会い、刺激があることによって、やっぱり伸びていく子っていうのは実際います。ただ全員が全員上がるわけではない。そこまた難しいとこなんですけど、ただより自分に合った塾に出会って、そこに通うことによって子供たちが伸びていくパーセンテージは上がると思っておりますので、ぜひね、今回の参考にしていただいて、皆さんのお子さんにより合う塾に出会えることを心から願っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。